こんにちは。始まりました。握手会会場からショールームです。いったね、さっきもやった。やっほー、ありちゃんだよ。やっほー、パッサン。今休憩中、今握手会終わったところ、ね、そうだよ、そうだよ、寝てなくない？そうだよ、そうだよ、アリちゃん、クマちゃん、お、ハッチさん、キャンプさあに取り残されたな。どうしたどうした、何があったの？そう、お疲れ様です。キャー、やっほー、ココアが来ない。おココア、ココアおらんよ。まあ、ペイちゃん、マイハのところにも来てください。 Good afternoon。 アリちゃんいたよ。タキちゃんとこ飛んでって。ピュン、サキちゃん。ヤッホー、イエーイ、ヤッホー。サキちゃんとこ飛んでって、イエーイ。ピュン、ユネスコネチュア、ハデイ。ぜひぜひ。くまちゃん、うちょっと待って、ドライヤーで髪を乾かしますね。飛びすぎちゃって、飛びすぎちゃって、ちょっと髪がべしゃべしゃになっちゃうので、いつも。じゃあいきますよ。いけないので、ちょっとごめんなさい、いつもの配信とはちょっと違いますけど、ごめんね。ちなみに
これ今上着巻いてるんですけど、下はスカートです。ご飯食べたよ。でもお腹空いちゃうよね、やっぱり。お、ありがとう、ななのちさん。イエーイ、好きだよ。楽しんでるよ。やけど気をつけて。ありがとう。鏡がある、鏡を使います。この辺に置きたいな。よし、じゃあ、アレクさん、こんにちは。そう、会えてよかった。可愛くない？マリナが素晴らしい格好に。じゃあ前髪からやりますね。マジで海国はの抽選早くなったの俺のせいで。なんで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 。あれ、ココイも抽選？ん？抽選かな。ちょうど今ココア抽選してた。嘘、画面映ってたってこと？ココアが？いやー、見てないよ。ここら画面見えないんだよね。だから見えなくて。ねえ、こういうさ、くるんだやつもいいけどさ、やっぱりさ、まっすぐの方がいいよね。お疲れー。誰と対戦するんやろう。楽しみです。はっちゃん、どう？これあとは横髪、はっちゃんのこのなんだっけ、これですね。これを綺麗にちょっとくるってやって、こういう風にふわってしてから伸ばす伸ばす、まとめてグッとやってグッと。やっぱりさ、暑いよね。暑いとヘアアイロン落ちちゃうんだよね。せっかく頑張ってもさ、意外と落ちるからさ、大変なのさ。ふぅ、結構多めにとって一遍にやると、まあ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 って感じになるので、これでいきます。ゆずはさんとショールームしたいな。ちょっとね、ボフってなってるけど、まあいいでしょう。で、これをどうするかっていうと、これ、この横髪残してこれくらい髪つまんだら、お耳上げて、ここにかけて、さらってやったら綺麗になります。わかる？これ反対もやります。朝からマイハはずっとこの髪型。
が目立つので映る、うん、クーカちゃんが来ました。愛しのクーカが来たよ。いらっしゃい、クーカだよ。さっきちょっとやったね。うん、せっかく作った前髪を直して、今度メイク直さんとみたいな。ショールームいつもとちょっと違う、おかしいよなこれ。ババいつもと違う感じ。いつもと違うよね、ショールーム。やっぱりここでやると、うん、ね、かき氷がめっちゃうまかった。何味？マンゴー。マンゴー食べたけど、いちごの練乳も美味しそう。あ、いらっしゃい、クーカ師匠。そう、師匠はっちゃんと握手したい。ぜひぜひ。そう、マリナからも師匠。なぜか師匠、研究家やからね。研究が認められたんじゃない？認められた。何の研究？何の研究？前髪、メイク、ダンス。え、あっとるよな。で、カッコン一緒よ。わー、そこ見えコスメやろ。アイシャドウもまたそこ見えしてる、ちょっとだけ。私そんな変わらないのに落ち着いて見える。ほらほんまやん、よく使うんその色。うん、それのさ、なんかあれが欲しい、赤紫みたいなやつ。うん、でもまあこれ2つしか持ってない。マルチアイズ、これダメなしのやつやろ。そういいよね、これ今日はこれ使ってる。そう、これがこれしか、でもアイシャドウはこれ、キャンメイクはこれしか持ってない。でもあとは、あ、その日焼け止め知っとる、それさ、紫のさ。そうなんか細く見えるし。え、白く見えるやつじゃん。白くも見えるけど細くも見える。細く見えるわ、ちょっと意味が分からんけど、なんか透明感出るくない？紫の、まあ、紫の下地使ってるよ。白く見える？それ気になる。あ、ほら、ちょっと違う。前歯の肌でやったらちょっと違います。まあ、うん、今時の中学生はそこまで化粧に詳しいので。さあ、ちょっと高いよこれ。でも4年1000円ぐらいするもん、学生には。嬉しいです。してるよ、おい。え、いいよ、行ってきても。何？あ、肌が、なんか今日暑いから肌が赤くなってる。お、あとではちゃんレイク、ありがとう。もうさ、誰も来てくれなくてさ、もうどうしようかと思ったら、ねえ、ね、途中から来てくれて。そう、ゆずはさんと会ってさっきまでお話ししてましたよ。お昼ご飯も一緒に食べた。あ、違う、お昼ご飯一緒に取りに行ったり、うんうんうん、あとで配信したいよな。できるんかな。え、あ、配信って、このさ、よ、なんていうの、今やっとるやつあるやん、修正。うん、あれってどうなんない、知らされてないやん。なんかさ、あれはなんか分からんけど、なんかさっきここはやってたらしい。やべえ、よかった。なんか抽選ってあれですよね、誰と戦うかみたいなやつですよね。ヒロ美味しいらしいね。って、ね、美味しかったよね。めっちゃ美味しかった。やばかった。空海いつ頃やん。分からん、それが分からない。え、まだまだ分かったん。分かってる。え、言われた。誰に？ああ、マネージャーさんに。名前言いそうになったわ、ピラ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 。名前言ったらあかん。もうさ、普通に聞くからさ、あ、うわーみたいなさ。あっちから言われた？聞いた？なんか、そこに立ってたの、マイハ。立ってたら言われた？森下あれだよ、みたいな感じ。まだまだ誰に言ったらダメだよ、あいうえを環境聞くわ。あいうえを言うから、あいうえを最初そうダメだよ言ったら、ゆずはさんと一緒に抽選行くんやと思います。ねえ、だいちゃん、もう言わんといて、ここ悪いに取り残されとるの。
一人今ココアが撮影戦行ってるからね、取り残されてるらしいよいやどういう意味、なんか今ココアの霊によるらしい。あでココアが撮影戦に行ったから、あ今待っとるんやって一人か、じゃあ前原とお話しようやみんなで、ね、もうさお化粧好きすぎて、わかる、顔何個も欲しいよ、剥がしの人とお話してる、仲良くなってください顔何個も欲しいぐらいよね。あ今からですか、頑張ってユミリン。さっきユミリンが前半とこへね来てね、一緒に手振ってくれて頑張ってねって言ってくれたん、優しすぎるやろ、優しいね、ちょっと今日赤いよ、前半も赤い、オレンジやってだからね、よね、オレンジっぽい赤っぽい感じ、でもオレンジやなそれは、ね、やろう、サーモンピンクとか言う人ある、オレンジやな、オレンジやなオレンジだよこれは。ユミリン抽選違う、握手会に出ます。です私は、まあ、3時に起きようと思ったけど、うん、2時半ぐらい寝てしまってけ、結局起きたの5時半、顔何個も欲しいぐらい顔何個も欲しいぐらいじゃない、メイク好きすぎて、大好き、うん本当にそう、もう誰の顔でもメイクするよ、まつげ茶色今日、え茶色、なんか茶色のマスカラ欲しいんやけどな、私茶色です、茶色のマスカラが欲しいんやけど買えてなくて、まだ今あるで、マジもしつけるんだったら、つけるつける顔4個あげるマジで、そうなんやな、一回来た握手会ね、一回握手会で来たらもう綺麗やんか、なかなか、あーわかる、でさ服がどん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 増えてきてさ、おおありがとう、え、なんかめっちゃ可愛い、え、わからんわ、ピンクブラウンマスカラ、ピンクブラウンなんや、あー、まさか可愛い、じゃあマイハもつけてみます、おお茶色じゃないね、めっちゃもうど茶色じゃない、ブラウン、ラメ入ってる？キラキラしてる、なんかパールが入ってるらしい、かわいい、なんかさ、100均のマスカラつけたらさ、うん、めっちゃつくくないこの辺に、わからん、使ったことない、マジ小学校の頃1回だけ100均のマスカラを使ったことがあるの、あるのってあるんよ、めっちゃつくっけ、やめたもうありがとう、うん、メンバー同士で貸し借りはしないよね、全然しないんですよ、初めて聞いたそれ、ふーちゃんキスはした、嘘やん、ふーちゃんキスうまいよね、何を言ってんの何を言ってんの、くーかちゃんこんにちはって、こんにちはふーかさん、お金は貸し借りしませんよ、一緒、でも残りは使い始めたばっかりよな、食うか、バイバイですか、バイバイ、バイバイ、いってらっしゃい、食うかバイバイしました、バイバーイ、かわいいよね、クーカ、ふいふい、これ塗っただけで全然違うよ、え、どうしよっかな、マイハここさ、ピンクにしたいからピンク塗ろっかな、あ、oh.
どこのじゃろう。マイハこれなもらったんよ、親戚のお姉ちゃんに。いきよわからんのやけど、AL カラーズグリッターリングスターレッドアイシャドウ GP84 スターのようなあなたが誕生ですって書いてある。気になったらぜひ見てください。これ QR コードとか読み取ったら分かりますんで。だいぶピンクです。待って、マスカラがピンクになってしまった。ちょっと舞台メイク。でも前はダンスとかやってて発表会とかよく出てたので、そういうのだったらよくやります。じゃあ紫も少し見つけますね。グリッターがすごい綺麗です。これじゃじゃーん、これすごい黒とかあるんですよ。黒があってびっくりです。ちょっと拭きます、拭きます。ティッシュ開きっぱなしじゃないですか。何人タクシーした？分かんない、それ全然分からんです。ちょっと濃いなこれ、ちょっと落とします。うお、アルコールだったけん。待って待って、でミュウミュウからまだ化粧落としが返ってこないんですけど、どうしましょう。あ、ここはやっと終わった。ココア呼びてみて、ココア。カリパク。あ、今使ってる、サキちゃんが使ってなかった。税金になるから、まあ、美人かな。5部いくよ。おー、5部、はっちゃんありがとう。フェルディナンスさん、クーカ実践やってる。お、今みんなよ、ちょっと待って、見えるかな。お、いる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 、見える見える、クーカ見えます。クーカがいるよ、みんな引いてるよ。抽選やってる。クーカー抽選やってます。ごめんね、ちょっと今隠してます。どこ？画面にいる。あ、そうか、のんちゃんとありちゃん見えないか。見えない。しょうがない。背が低いから。あ、こっから見たらちょっと見えやすいかも。え、ここで見えるんですかね？見えないよ。会場にいる方ぜひ見てください。椅子に乗ってみてください。見えないよね。あ、それかあっちに行ったら見えるかも。見に行く？ちょっとちょけますか。ちょくら、ちょっと空間見てくるね。空間見てくるんで一回切りますね。バイバイ。握手会会場からやっほやっほ、切っちゃってごめんね。
ただいま見てまいりました。見てまいりました。ありがとう。忙しいわけじゃなくて見に行きました。ただいま。なんかやっぱりさ、これおかしいよな。空気悪いとこ引いたね。マジかよって感じ。ハルトが。ね、抽選窓です。勝てば出番が多い。さあ頑張ろうよ。髪痛むよね。でもあんまりさ、アイロンしたらさ、ごめんね、髪の心が痛んじゃ。パルトが柔道着なんだけど、ちょっとかっこいい。ちょっとじゃない、めっちゃかっこいいんだけど、やばい。ただいま帰ってきました。チークをしよう。チークまだメイクの途中だったこと。あ、ハイライトにしよう。ハイライトやっほー。ハルト、みんなアイドルみたいな。あ、アイドルだわ。ハルトはみんなから注目を浴びてますよ。マイハかわいい？本当に絶対に勝ちたいですからね、これは本当に。ハイライトはあんまりやったらなんか良くないんかなと思って。次、ノーズシャドウ入ります。これはこの辺から。そしたらね、チークは2段階でやっ、あ、待って、シェーディングいきます。シェーディングはじゃじゃん、ここ。こんな感じで OK。 まあ、はっちゃんもあんまりよう分からんけどね。で、次チーク2段階でやっていきます。これをぐる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 っていって、おーおーってやってから、筆、こうふわふわの筆を使って、これすごいキラキラしてるんですよ。これ分からんか、めっちゃキラキラしてるんですよ。分からんね、ごめん。なんかめちゃめちゃキラキラしてるんですよ。とにかくそれがいい感じ。いくよ。うん、こんな感じで OK。 なんかトロブユリちゃんから聞いたんですけど、てかみちゅに聞いたんですけど、チークを少し顎に入れると可愛らしいので、はっちゃんもやってみました。ダメですね。まだ可愛いとは言っちゃいけない人だ。涙袋やりたいな。どんどん可愛くなっていく。そう、私韓国人です。あなたの名前は何ですか？Morishita Maihaって言います。何歳？12歳。最年少でござるよ。12
ジュイン。メイクってさ、ちょいちょいさ、ちょっと怖いとこあるよね。こういうの怖くない？なんかやめてくださいって怒られちゃうからやめます。何ポチポチしてるんだよって言われた。涙袋を埋めます。でもはっちゃんあまりメイクしないからさ、全然いつもとちゃうやんとか思った人いないと思うけど、女子力とかないよ本当に、ないから。白玉くんこんにちは。かわいい？マジかよ。アイロン切るの忘れてた。まだリップやってないから。え、別にあとはでもやるものない。ちょっと空間に貸してもらってさ、マスカラがさ、なんとなんとピンクになっちゃったのでこれにします。あちゃんはいつも黒を使います。マスカラ何回もやるからめっちゃ上がりそうだね。ツイッターかわいいぞ。嘘だ。まかなさんこんにちは。まぜさんまたきみさんありがとうございます。あくしゅ頑張ってますよ。自分で言うのはおかしいけど、意外と綿棒使って、でもやっぱちょっとウェットティッシュで濡らした方がいいんだけどさ、ウェットティッシュアルコールだった。うん、取れないぞ。うん、あくしゅ行きたい。ぜひぜひお待ちしてます。はっちゃんはまだじゃんけん大会まだなんですけど、おマキャリーさん初コメありがとうございます。肌綺麗。ちーさんこんにちは、ありがとう。どんな話したか。ぴょんぴょん飛び跳ねてるから来たよって言ってくれる人がいっぱいいて、そうそう。あ、ちょっとアクシーいってらっしゃい。あ、神戸のアクシーぜひぜひ。これってまうやろ。じゃあ次リップ、だいたいこの3色のどれか使ってます。これかな。これもたまに使う。まずはリップクリームを塗ります。あのあれ乾燥しちゃうのでリップクリームを塗りますよ。4月の握手会マジ？今日シャフリー。お、今アリノンがやってますね。アリノンやってる今。もしかしてのもしかしての。じゃあリップ塗りますね。だけ塗ります。ほんのちょっとだよ。はみ出てるよ。アイノン抽選やってるね今。完成でござるよ。
ツヤツヤです。爪切りでき爪切りますね。あのなんだっけ、はっちゃん今爪切ってなくてちょっと長いなと思って、ファンの方に怪我させたら嫌なのでちょっと爪切りますね。結構ガシッと掴むじゃないけど、結構握手するときって爪当たっちゃうのでちょっと綺麗にします。ヤスリもついてるのでしっかりできますよ。いいですね。いいですね。切りすぎたら深爪になっちゃうので注意ですね。本当にそうです。うん。あとはいっか。これくらいです。いや、抽選ってさ、どこ引いたら有利なんだろう。はっちゃん本当に分かんなくて。分かる人ぜひ教えてください。早くはっちゃんに。マジが。爪開けるより前にチェアする方がいい。そうなんじゃ。確かにね、切っちゃうとね、なんかかわいそうだもんね。そこじゃない。ちょっとかわいそう。切っちゃうと。ちょっと美容液塗ってもいい？なんかやっぱりまつげ抜けちゃうんだよね最近。気づかれない程度に塗ります。あ、化粧直しとかさ、でもこの辺黒くなっちゃうよねやっぱり。引いて終わりです。羨ましいか？小さい番号。なんかじゃんけんしなくても本戦出場って決定するんですか？しちゃうこともあるってことですか？でもさ、せっかく出るからには藤原さんにも紹介してもらったし、わざわざ組んでくださる柚葉さんもそうですけど、やっぱり出るからには優勝を目指したいですよね。頑張ります。でまつげを落とします。じゃあ敗者復活戦みたいなのあったらいいのにね。鼻赤いな、これどうしたんだ。もちろん、そう、ゆずはさんに会いました。頑張ります。じゃんけんするのはゆずはさんですけど、ゆずはさんに頼みました。でももし負けちゃってもそんな前半に悪いとかそういうのは思わないでほしいって言いました。だってさ、自分がじゃんけんに出てさ、出るってほんとすごい勇気だしさ、すごいわざわざ、なんか前半組んでくださいって言ったら快く引き受けてくれたゆずはさんってほんとにさ、勇気もいるしさ、大変なことなのに引き受けてくださったから、負けても負けなくても
これからも仲良くしていただきたいです。ゆずはさんには本当に感謝してます。じゃんけんしてないです、ゆずはさんとしてないんですよ。ちょっとしましょうよって言ってみようかな。なんか昨日 LINE が来て、先に謝っとくわ、ごめんなって来たね。全然ですよみたいな。でも人って謝っちゃいますよね、もちろん。しょうがない、謝っちゃう、謝っちゃいますよね、やっぱりね。衣装が欲しいです。うん、衣装が欲しい、どうしても。あの衣装がね、まだ暖かいかな、いけるかな。あ、いけない。ちょっと暖かいや。かわいいか、かわいいか。じゃんけんまだしてないんですけど、やろっかな。で、はっちゃんの大好きな梅干し食べてもいいですか。おいしい。ずんちゃんね、ずんちゃんね、楽屋が遠くて、前は楽屋近かったんですけど、でもその代わり今回は NMB さんと一緒なんで、そうだからゆずはさんと楽屋近いんですよ。梅干し好きなんですよ。甘い梅干しからチャレンジするといいかも。ちょっとずつ乗せていくシステム。うん、2時半になったら教えてください。うん、2時20分になったら教えてください。ありがとう、めっちゃ感謝です、ありがとうございます。こんな私のために。ゆずはさんとショールームめっちゃしたいんですよ。前さ、タイムラグがあってさ、ちょっとやりにくかったので。うん、今20分、じゃあ20分あるので20分経ったら教えてください。ちょうどですね。なんかラベル剥がします、ジュースのラベルを剥がします。めっちゃ美味しいライチの美味しい炭酸があるので飲んでみて、みんな。マリーナ今トイレ行って、あ、今帰ってきた。マリーナ、大変な服ですね。食べる？いや、いいよ。へぇー、もう行くわ。へぇー、梅干し美味しすぎて。もう食べないかもしれない。
今日は一段と可愛い。ありがとう。マジで。ラブ。さっき食べた梅干しはセブンイレブンの酸っぱい梅干しです。塩があるやつ。美味しいよ。可愛くないよ。たまにアイミング映っちゃうけど、ごめんなさいね。まーさん、こんにちは。お人形さんやないよ。はい、オッケーオッケー。おいしいよ。むーちゃんとさ、いつも会話してますよ。こうやって、ももちゃん自分妹がいなくてずっと妹が欲しかったんですよ。だからなんかずっとももちゃんを自分の妹みたいに可愛がってきたので、全然今でも妹みたいに育ててます。なんかこの子の服は本当にめっちゃすごい綺麗にできてて、本当に服の生地みたいで全部こうやって縫ってあって、すごいですよね。これそう、今夜はマリーナと同室です。3番です。男やけどな。可愛い妹ができてね、もうめちゃめちゃ嬉しい。だからさ、ここちょっと欠けちゃってるのはドライブ中に目が飛んでったんですけど、割れちゃって止まってるんですけど、2人部屋です。メイク自分でやった。ひなちゃんルームが今、ひなちゃんルーム大変なことになってる。場所移動しますね。おしまし。テイクナマジで、あお、ありがとう。ありがとうございます。おかしいよもう。メイク上手になってきた。やったー。ありがとう。マジで嬉しい。いろいろみんなからメイクとか教えてもらえるから、本当にこのグループに入ってよかったなって改めて思いました。ゆずはちゃん、ゆずはさんとさ一緒にショールームできないかな。行ってみようっと。どうしようか。行くしかない。行きます。こんにちは。12歳です。そう、今隠してるのは歩いてるからです。ごめんなさい。あ、でも今いないな、ゆずはさん。いないですね。残念。い
ないので帰ります。何しよう何しよう。ショールームあー来たー。ユリモがさっきも来たよ。せーの、わユリ髪の毛ポサポサ今めっちゃポサポサ。今この冠そっかな。マイハだよ。マイハだよじゃないでしょ。ヤッホー。ゆいもだよ。はい。え、ゆいもさ、いいとこ行けた？ん？いいとこやった？分からん。イエーイ。ゆいも今日お誕生日。ハッピーバースデー。みんな、ハッピーバースデートゥーユー。いきますよ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアユイモ。ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。イエイイエイ。ハッピーバースデーだって。おめでとう。ありがとう。ありがとう。嬉しいさ。嬉しいさだね。お、よ、今、イエイ、最近さ、目を大きく開けようと思って頑張ってます。目大きく開いてますか？アイピチとか使わずに頑張って自力で目を大きくしようと思って。ダメだ。可愛いポーズはうさみ、ももちゃんと一緒にみたいな。可愛いポーズ。ウサミンじゃなかったの。メオキーやった。ガンちゃんいいね、ありがとう。可愛い。可愛くない。ポーズが可愛い。今日二人とも赤なの。イエーイ。怒られた。涙目。涙目じゃないの。ももちゃんだよ。マイハもオーダーマイさんと一緒だよ、誕生日。しかもマイって同じ感じなんですよ。妹とお揃いで。これからももちゃんともさ、最近あまり自撮り撮ってなくて、ももちゃんと一緒に自撮り撮ります。前髪ありがとう。なんかちょっとさ、埋め尽くしたい気がする。埋め尽くしたくない。なんか隙間あってほしくない。ゆめかさん初見ありがとうございます。可愛くないよ、ありがとう。あ、そうだ、今何分だろう。ナウ、ナウお願いします。ナウ、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 ナウ言ってるみたい。ナウ、ナウ教えてください。お願いします。12分ナウ、ありがとう。ナウ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 、地声だよ、いつもこんな感じ。あれ13分14分12分、あれにて終了となりますが、ごめんなさい。
それではまた会いましょう。バイバーイ。